M74 は、魚座にある、渦巻き銀河である。渦巻きの回転軸が太陽系を向いている、フェースオン銀河である。銀河系と同じくらいの計10万光年の大きさを持つ。メシエ天体の中でも見えにくい部類のものである。近くにある、銀河 NGC660, ユグック 891, ユグック 1176, ユグック 1195, ユグカ20と共に M74 銀河群を形成している。アメリカのアマチュア天文家、ジョン・マラスは、合計4センチメートルのファインダーで見えた。中心部が正常。高度が淡いので、不要意に見ると見失う。中心部には、星界。表面構造はよくわかる。見るには低倍率が良いとしている。一般には、合計5センチメートルの望遠鏡では見ることは、難しい。 合計1 5センチメートルの望遠鏡でわずかな広がりを感じるようになる。合計2 0センチメートルになるとたやすく見ることができるようになる。合計3 0センチメートルの望遠鏡で渦巻き部分の濃淡がわかる程度で腕を見るためには合計4 0センチメートルの望遠鏡を必要とする。合計5 0センチメートルの望遠鏡では腕をはっきりと見ることができる。 2002年に SN2002AP、2003年に SN2003GD と立て続けに超新星が観測された。SN2002AP は日本のアマチュア天文家、広瀬陽次が発見したもので、少なくとも太陽質量の40倍もの質量を持つ恒星が超新星爆発を起こした大変珍しい極超新星である。2013年にも s n 2 0 1 3 e が 発見されている。1780年の9月末に、ピエール・メシャンによって発見された。メシャンは、この星雲には、星がない。かなり大きく非常にかすか。見るのは、ひどく難しい。よく晴れた霜を置くような夜には、はっきりするだろうと記した。シャルル・メシエは、ウオザイイタ星に近い星のない星雲で、1780年9月、 下順にメジャンが見た通りであるとした。ジョン・ハー・シェルは1864年のジェネラルカタログに球状星団でかすかで非常に大きい。中央は周辺から急に明るくなっている。部分的に分解されるとした。1848年にロス教は過剰か過剰という地震がある。中心部は星からできている。星雲を通じて、 星があると記した。ロス教により渦巻き構造が確認された14の銀河の一つである。ありがとうございます。